どうも、タクです。今回なんですけども、握力が100キロ超えてる2人にこの激安な握力計で何回連続エラー出せるか挑戦していただきたいと思います。まず1人目なんですけども、親方さんです。僕が、握力の置き換えとかに実際にいろいろ教わったりとか、あと有料のとかっていろいろ知識を、まあ、教わってるっていう形で、はい、師匠的な存在ですね。で、結構もう軽くエラー出せるような感じですよね。まあ、頑張ります。調子はどんな感じですか、今。ちょっと一昨日トレーニングしちゃって、ああ、なんか一日なんでちょっと、まあ、疲労がちょっと溜まってる感じで。やれるだけやります。どのぐらいいけるのか。じゃあいいですか。いっちゃってください。はい。何回かな、連続記録やったことないんで。初挑戦ですよね。じゃあ行きます。はい、1、2、え、5回いけるかな。3、うーん、4、5。超えましたね。よかったよかった。指が痛い。6、7、すげー。10いけるか。8、あと2回。9、よし、今80ギリギリ。どうなんだろう。痛い。あ、一緒に来ましたね。ああ、90.6 まで出るんだ。出ましたね。ああ、いけるかな。84.85 で止まりましたね。ああ、すげえ、10回連続。ああ、やった。あざす、頑張りました。瞬発力だけじゃなしに持久力も備わっていると。いやー、なんとかいきましたね。すごいわ、さすが。同じです。ということで、まあ、有料ノートとか今あと握力パーソナルですよね。うん、あと握力の動画講座もやってます。まあ、買って読んで、で実際に僕伸びてるんで、伸ばしたい方はぜひ買ってみてください。よろしくお願いします。続いて2人目、まひろさん。COC 高強度グリッパーで、3.5 を普段閉じてるんですよね。そうですね、普段は 3.5 使ってます。はい、今4にラスボスっすよね。4とか GHP9 ですね。あとちょっとに挑戦中ということで、で油圧と GM150 で100キロ超えてると。そうですね、一応100キロは、はい、ということで、調子の方どうですか。調子の方ですね、まあそんなに悪くはないと思いますけど、普段握力計をこういうもの触らないので、グリッパーばっか触ってるんで。あ、なるほど。まあいい記憶が出るかどうかわからないですけど、まあ頑張ってみます。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速いきましょうか。1、2、止まっちゃいましたね。あ、連続で逃げれます。3、軽い。4、5、6、8、9、50いくか。これはいくんじゃないですか、これは。10、あ、あ、まさかの電源が切れ、電源が切れちゃいました。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。いけるいける。
10! おいきますね。11。なんか強いな。あ、89.8、90.1。はい。ということで、最後、90.1。もうこれエラーみたいなもんですけどね。11回。11回っすね。あ、負けたわ。すげえ。ありがとうございました。ということで、まひろさん、有料ノート、セットクローズのやつですかね。そうですね。まあ、お金儲けっていうよりかは、まあ、ブログみたいな感じで、好きなことなんで、まあ、ブログみたいな感じで書いてるんで、まあ、もし、グリップアップ強くしたいっていう方がいらっしゃいましたら、もしよろしければ、動画見てください。はい、僕も買って、すごい参考になって、今、ガンガン伸びてるんで、ぜひね、気になる方は、概要欄のところに貼っておきますので、ぜひ、見てみてください。はい。ありがとうございました。はい、どうぞ。80.3。激安握力計握った中ではベストですからね。おお、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。70超える、70超える。お、超えた。おお、いった。72.5。おお、66.9が限界じゃなかった。超えました。Ha ha ha.